はい、こんにちは、速稼塾の小林です。今日の億万長者シリーズなんですけども、吉谷さん、なんで消えるんやって話ですよ。もうなんで消えるんやってことです。決意をものすごく持ってですね、速稼塾に入れてください、ドリアカ入れてくださいってお申し込みいただいて、こちらとしては慎重にですね、この人をこっちがね煽っていないだろうか、この人勘違いしてないだろうか、慎重に慎重に説明して、ワントゥーワン動画を送ってやり取りをしながら、じゃあ速稼塾の入塾にもう一回考えてくださいというふうに申し上げて、きついですよ。本当にこれね、人生を購入に行くんですから、人生を買いに行くわけですから。しかも40代でしょ、しかも50代でしょ、きついですよ。もう家庭もあるし、他の仕事もあるし、その中でこのネットビジネスでね、自分の人生を買いに行くわけですよ。他をストップしてやらないとできないですよと。私が40歳でパッとできたのは、これたまたま運が良かったんですと。だから私と同じようにやるんじゃなくて、私以上にやらないと追いつかないですよ、いけないですよ。まあね、いろいろと話すことはありましたよ。でもね、消える人もいるんですよ。実績報告、私最近ねさせていただくことがありましたけども、確かに半数以上の方はまあ売上を上げてくれるんですよ。少なくとも私の入塾費用の頭金以上には売上を上げます。でもですね、そっからなんですよ。そっからそれが続くのかっていうことと、あともう一つはね、最初からやらないと、離脱するということなんですよ。できる範囲のことをすれば、できる範囲の人間にしかならないんですよ、ね、そして適当なところで消えるんですよ。ということでね、私はもう一回ね、ちょっとこう精神のことをお話ししないといけないかなと思います。人がどうしてね辞めてしまうのか、人がなんでね成長するのか、これは実はですね、精神状態がものすごくねものを言うんですよね。例えばね、楽しくって楽しくてしょうがない時って、人は進化したり成長したりするわけなんですよ。電話かかってきてるな。はい、広島観光の久保です。よっしゃ、ファックスのようですね。まあこういうふうにね、電話もそうなんですけど、ファックスもこうやって邪魔なんですよ、私の暮らしには。もう電話はねしないでほしいなと思いますよね。電話ねする方もね、時間の無駄をしてるって気づいた方がいいですよ。例えばね、電話するじゃないですか、ペペペってかけるじゃないですか。向こうが出るまで自分の人生止めて待ってるわけですよ。これを一生に何回やってるんですかって話ですよ。だから電話をかける人はね、はっきり言って時間が全然大事にできてないと。こういう人はもう今の時代ね成功しないですよ。で、成功しなくていいです、こういう人は。はっきり言って印鑑を押したりとかね、名刺交換したりとか、全部これ無駄ですからね。この無駄に気づいて、無駄をしないようにして、必要なことだけやれば必要な人生になっていくんですよ。あなたが必要な人間になっていくんですよ。必要な人生になっていくんですよ。無駄をたくさんしてるから、誰にも見向きされないね、無駄な人生が続くわけですよ。というふうに厳しく言うのは何でかということなんですけども、それはですね、精神を叩き直さないとビジネスはうまくいかないってことですね。もともと今お勤めの仕事で十分成果を出していたら、ネットビジネスやろうか副業やろうかって話にならないじゃないですか。ここに気づかないといけないんですよ。今持っている仕事が成果が出てないわけでしょ。で、自分の思い通りの結果になってないわけじゃないですか。そして会社とか業界が悪いとかね、今の世の中が悪い、社会情勢が悪いとか思ってるわけじゃないですか。社会情勢が悪かったら、それに応じて何をするのか、どう工夫するのかってことを考えるのがビジネスですからね。私たちは作業してるわけじゃないんですよ。ビジネスをやって、本当にね、もう核戦争が起きても利益を取っていかなくちゃいけないわけですよ。これ分かりますか？核戦争が起きてもですよ。現実に昭和20年代ね、1940年とか43年45年って、日本は空襲が起きてたわけですよ。もう毎晩のように爆弾が落ちてきて、で、高射砲がなくて抵抗できないわけですね。私たち市民は防空壕に入るしかなかったわけですよ。その中でもね、不幸になった人間っているわけですからね、だからそういう特別な人間になるってわけじゃないですよ。そんな究極なところで私たちは暮らしてませんけども、それよりも随分随分ね、甘いと言いますか、平和な時代にいるんですよ。今この瞬間でもね、かなり平和ですよ、まあ苦しいと思いますけどもね。何なんですかね。はい、広島観光の久保です。まあこういう風に無駄をしてるんですよね、人っていうのは。で、無駄をしてる人っていうのは人に無駄をさせるんですよ。だからね、回り道しないでほしいなと思います。それで、精神の話に戻りますね。やっぱりね、自分が成長するときって、自分の精神がものすごく楽しいときとかね、辛くて苦しいときってやる気にならないじゃないですか。だから辛くて苦しいものは排除していかないといけないんですよ、自分が意図的にですよ。で、例えば自分の気持ちがしょげちゃうとかね、つまんなくなっちゃうのは何でかっていうと、例えば自分の貯金がないとかね、
で家族が負担だとかね、でなんか周りの人にワンワン言われるとかね、でそういう風な時ってだんだん気持ちがしょげてくるんですよ。やっぱり、自分と違う意見とか自分を否定するような声っていうのは自分のモチベーションを下げると思います。まあ、私は下がらないですけどね、今更。でもほとんどの人は下がるでしょ。だから下がるってことはそういう声を聞かないとかね、別の情報を見ないとかね、遮断していかないといけないんですよ。でも遮断せずに自分にどんな悪い噂が立ってるかなって気になって見に行くわけじゃないですか。そういう余裕をぶっこいてるようだからうまくいかないんですよ。もうはっきり言ってね、自分の作った動画もう一生見ないです。自分自身は見る暇がないんで、次の動画を作んないといけないと。5分の動画を見るよりも5分の動画を作った方がいいわけですよ。でそうなってくると、今この動画撮ってますけどもね、電話かかってきてこれは編集しないといけないわけですが、私は編集しないんですよ。そういうことを言ってるんじゃない、大事なことが伝わればいいんですよ。もっと言ったらですね、今電話がかかって動画が中断したってことによって、私がね被るデメリットと、それについてどういうふうにしろってことを今話したじゃないですか。これもう本当にイレギュラーが起きたら、それをもですね、情報発信のネタにして確かになって思わせていかないといけないんですよ。でこういうふうにあらゆるトラブルに対して工夫で結局プラスにしていくっていうかのビジネスですからね。でそういうことをその速稼塾ではやってるわけなんですよ。で速稼塾に入ってどんどん考え方を変えていただいて、今までのできる範囲のことをやるでは、あなたの人生はできる人生になりません。できる範囲の人生で終わります。結局は適当に苦しくって、適当に楽しくって、将来に夢を持っていって、その夢は叶わずに墓地に行くみたいなね、墓に入るみたいな、そんな人生なんですよ。そうでなくて、いや今日やりきったなと、俺なんかもうやりたいことないぞと、やばい、やりたいことないからやりたいこと見つけないとみたいなね、前倒しで全ての計画が行われていくようにね。はい、広島カッコの久保ですね。3度目ということで、こういうふうなことはねやめてくださいね。いたずら電話ではないと思うんですよ。なんかね別の用事なんでしょうね。ということで、人っていうのは精神力がものすごく大事なんですよ。もしかしてダメかもって思った瞬間、もうそれはね自分の精神が駆逐してるわけですよね。でなんでねもうダメかもって思うのかっていう、そこの原因のところを早く取り除いて、そこを遮断するか無視するかしないといけないんですよ。そこにいつまでもね囚われちゃうんですよ。不安な気持ちをそのままね真正面からぶち当たって不安を解消できる人ならいいですよ。でも不安な気持ちにとらわれて、さらに不安であるっていうさらなる不安をね呼び込んでしまうんですよ。でそういうことだったら全然達成しないです、何にも。例えばね、究極それはね、この家族がいつまで維持できるかだろうかっていうふうに考えたりとか、明日は自分は気持ちよく目覚められるだろうかとかね、いつ自分の体が壊れるんだろうかみたいな、まだ起きてないことを、まあ、余計に想定してですね、でできることもできないようになってしまうってことが起きるわけなんですよ。ということで、億万長者合宿で今回お話したいことは、精神力をね、きちんと持っていくってことです。精神力ですね、精神力と心っていうのは別問題ってことをお話しましたね。心っていうのはね暴れ馬なんですよ。自分のことをもう全然気にせずにあっち行ったりこっち行ったりするんですよ。だからその心を、本能をですね、制御するためにやっぱり学んでいかないといけないと。制御の術っていうのを知っていかなくてはならないんですよ。それ制御できるようになるとものすごくいいですよ。うわーっとハイになった時に、待て待て自己否定だってなってね、グワーンと落ち込んだ時に、お前だったらできるよみたいな感じで励ましていったりとかして、自分の心を精神力でコントロールしていけるわけですよ。で私の場合は心がどう動いても精神力が閉じて無視するんですよね。もうこの心がどっち行こうが私はやること変わらないんですよ。で逆に言うと、いつもやることをやることによって、例えば YouTube のアップロードすることによって、この心がどこに行っても結局はニュートラルな状態に戻っていくんですよね。ここが私の精神力を無視する思考停止のコツですよね。精神力でもって心を支配しようとするんじゃなくて、心がどこに行こうが行動を変えないんですよ。で行動によって精神と心の均衡を保つ。でほとんどの人は心に左右されて自分の行動も閉じられていくんですよ。私は全く逆です。行動することによって精神を、そして心をですね、支配していくという形でございます。まあ私の億万長者合宿の動画を見ていただいたら分かると思いますけども、私はどんな時でも、どんな苦しくても、こうやって動画撮ってますけども、お腹が痛かったり、トイレに行きたかったりとかね、重病だったりしたこともあるわけですよ。全然分かんないでしょ。そうなんですよ。だからね、自分のコンディションを無視することによって、行動が自分の人生をね、全部立ててくれるというかね、肯定してくれるということになるわけなんですよね。ちょっと難しい表現になりましたけどね。はい、ということで、人生は短いですよ。もう勝負しとかないと。今日勝負しとかないと。もう明日はできない。その土俵に乗ることも許されないかもしれませんからね。いってらっしゃい。